中日ファン、壊れてしまう。二軍戦ですらスレ伸びるからな、はっきり言って異常だ。そんなに激しく一喜一憂してたらシーズンもたんぞ。チームが壊れとるしファンも壊れるやろ。壊れてなかったら、ドラゴンズファンなんかやってられんやろ。そもそも一喜ある？岡林石川細川で勝った試合は確かに一喜してた。強打と阿部を叩くことで、かろうじて自我を保ってる。バンテリンでも、周りの現地ファンの発言が、悲壮感でいっぱいで心配になるわ。まだまだ伸びしろあるチームや。若手が活躍してるし割と、楽しんでるよな。去年なんて若手野手は、岡林しかおらんかったし、今の方が何倍もマシやで。完封プロ野球記録をぶっちぎりで、更新しそうなのは楽しみやね。他球団、中日戦は落とせんよな。9年ちょっと前、沖合監督、横浜戦が怖かった。絶対に落とせないから。今のドラゴンズは弱くても楽しめて羨ましい。